よいしょ。この残したいものをね、まず出していきたいと思います。ママです。どうも、ゆうくんです。はい、獅子をね、今寝てますと、はい、獅子とゆりくんのお洋服の断捨離をしたいと思います。で、今ね、獅子のだけをね、ちょっとここに出しました。はい、で、獅子はまだね、生まれて1年くらいなので、そんなにね、あのお洋服持ってない方かなって思うんですよ。そのママとかね、イーシャンとかパパとかに比べると一番少ないかなっていう感じで。ママちゃん、よいしょ。この残したいものをね、まず出していきたいと思います。まずは肌着ですね。この辺のおむつの下で止めるタイプの肌着です。で、これはね、ユニクロのやつかな。このね、半袖のタイプの肌着を1,2,3,4,5,6,7枚あるね、今ね。こう洗濯してたね、この辺の長袖の、ね、肌着とかね。これとかはユニクロのやつだね。ユニクロの、肌着ね。で、長袖はね、あの半袖の、反省を生かしてギャップとユニクロのみで揃えてます。でね、結局ね、あの半袖の肌着とかいろんなところで買ったんですけど、あの結局ね、着せる頻度が高いのがギャップとユニクロだったんですよ。で、あの着せる頻度が高いのに、あのお洗濯ね、ガンガンしてもへたらないので、あのもう長袖はね、ユニクロとギャップで揃えようっていう風に思いました。なのでね、長袖はギャップとユニクロでしか買ってません。で、それが、全部で7枚8枚くらいあるかなと思います。で、それもあのローテーションしてね、お洗濯してローテーションして着てる感じになります。なのでね、私結構ビって引っ張ったりとか、ビビって取ったりとかするのでね、あの結構穴開けちゃうんですよね。で、ああかわいいと思って、あの買ったね、あの柄のやつとかも穴開けちゃったら意味ないので、もうね、あの反省して長袖ではユニクロとギャップのみました。で、ギャップとかね、結構ね、3枚で4000円とかするんですよ、肌着でもね。高いじゃないですか。なので、この前買った時に紹介したかな、 50% オフの時に、買ってます。でもうね、あの絶対いるって分かってるものなので、もうそういう時にね、あのサイズは1個大きめとかで買います。あとはよくね、オンラインのメールで 40% オフとかで来るので、 40% オフになった時に買ったりとかね、しますね。ただあの店頭で、50% オフの時にね、サイズがあればその時に買うのが一番ね、ギャップは安いかなと思います。なので、うん、使うもの、その消耗品で絶対必要だなっていうものはね、あのもうそれを狙って買っていこうかなと思いました。で、このね、ギャップのパジャマもすごいあのしっかりしてていいんですけど、作りがシルエットがね、細めなので、80を着てる赤ちゃんだったら1サイズか2サイズ上、1サイズ上かな、をあの買った方がいいかなと思います。腕がね、めっちゃ細いんですよ。だからちょっとムチムチちゃんはね、きついかもしんないね。シーシーは結構あの腕とか細いので全然大丈夫なんですけど、それでもね、80のぴったり買ったら
細ってなったんで、結構ねシルエットが細めかなと思います。ただ逆にこの肌着に関しては80を買うとすごい大きかったので、まあなんだろう、その辺はね、空いてるやつがあれば空いてるやつで確認したりとか した方がいいかもしれない。空いてるやつないんだよね、逆ってね。パジャマはね、ユニクロ、ギャップ、あと西松屋とかあるんですけど、西松屋で買ったやつはちょっともう、毛玉ができ始めてるので、今シーズンがね、終わったら処分したいと思います。まだね、まあ家で着るのでね、まあいっかみたいな感じで。はい。ちょっと、着る頻度が高いと毛玉ができてるねやつとかが、もうね恐竜のやつとかねよく着るんですけど毛玉ができちゃってるのでね、もう今シーズン着たらこれはさよならしたいと思います。ちょうどね80だから来年は着れないかな。はい、続いてシャツですね。これアイロンかけないと、さっきね洗濯から持ってきたので、この白いシャツはまだまだ着てもらわないといけないですね。はい、着ますと。で、このシャツ関係か。シャツ関係は、まだ80でね、買ったばかりなので、全部残しておきまーす。で、こちらのね、カーディガンもね、残しておきます。セーターも残しておくし、この辺も残しておくと。で、夏の時に着てたオーバーオールも、80でまだ着れるのでね、これは残しておきます。もう買った時まだね大きかったからね。はい、この辺は残しておきます。で、ここにあるのがユニクロで買ったレギパンみたいなやつかな、細いパンツで、夏のとね、10分丈と7分丈と5分丈かながあります。でこれも、80で買ってるんですけど、まだ残しておこうと思います。これも残しておく。いただいた靴下まだ大丈夫なので残しておきます。タイもね、ちょっと匂いが取れないやつとか汚れが取れないやつ以外は残しておきます。これね、70なんですけど、調子が悪い時のねパジャマにねちょうどいいので、ちょっと今シーズンいっぱいは春まで、ね、は、残しておこうと思います。で、春になったら多分70だからね、着てなくなっちゃうと思うので、これはね、処分したいと思います。で、このミッキーも70なんですよ。で、まだ着せてるんですけど、これもね、着れなくなったらさようならしたいと思います。で、よいしょ。これね、夏に買った80の T シャツは結構ね、ぴったりなんですよね。だけどまあ今んとこまだ着れるので、一応残してはおきます。ただ来年の夏に着れるかどうかわかんないので、着れなくなりそうだったらね、もう一回ね春に衣替えするときにまたチェックして、無理だったらこれはねその時に断捨離していこうと思います。っていうのがねちょっとここにババと夏服まだ着れるけど、次のシーズンになっ半袖次着るときになったら着れるかどうかわかんないっていうステイの部分がね、こんだけあります。で、断捨離するのはこのもう70で毛玉ができてしまっても着ない、こういうね細長いじゃない、上下つながってるやつですねは、もうね十分着ましたのでね、赤ちゃんの新生児の時からずっと着てるものは、こちらはもう毛玉ができてしまってたり汚れてたり、
汚れが取れなかったりするのでね、断捨離します。ミッキーすごい可愛いんだけどサイズアウトしてるので断捨離します。あなたを浮かべてこれからのこと僕らの未来長くどんなに険しくても幸せになろう諦めないでこの空を見上げ生きようさ。ね、獅子はねどん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 大きくなるのでね、どうしてもね頻繁に買い替えなきゃいけないねぐらいの年齢なので、1歳2歳3歳とかってねもうしょうがないなって思ってるので、まあ、その辺はねあまり多く買わずなんだろううまいことね回せていけたらいいかなと思います。はい、獅子の部分はこれでおしまいです。次はよりくんの断捨離をしたいと思います。ママちゃん